阪急御影にある上近コーヒーさんでコーヒーをいただいてコーヒー豆を購入しました。上近コーヒーさんについての動画は前回をご覧ください。あそこですよ。はい。あ、どこ誰だか誰とも知っとったね。四川。いや、西の宮じゃない。あっちの西の方に住んでる人たちはみんな知ってる。そうそう。有名ですよ。有名やな。六甲にあったんや。ああ。でもこの場所どう知っとったね。あ、そう。六甲から御影に移転してきた。6分の1とか。すごい、初めて見た。みこさんいてはるわ。中に。みこさん。初めて行ったわ。いや、センサーが働き出ますって書いてんの。あ、出た。本当や。すごいね。センサーで出たわ。
初めてだな、新年初ナイト。JR 住吉駅北側にある神戸屋レストラン御影店に来ました。ベーカリーレストランです。本社は大阪です。私はここで販売されているトゥールニュが好きです。イチジクとくるみ入りのライ麦パンです。おすすめなのでよかったら食べてみてください。今から通る山手幹線から JR 住吉駅までの緩やかな坂道、有馬道商店街です。この商店街の中にも美味しいパン屋さんやお肉屋さん、いろいろなお店があります。椎谷があり、 JR 住吉駅が見えてきます。生活協同組合コープ神戸、神戸市東灘区に主たる事務所を置く生活協同組合で、組合員数は日本の地域生協で最多、単一生協としては世界的に見ても最大クラスと言われているそうです。地域からコープさんと呼ばれ親しまれているコープ神戸椎谷店さんが JR 住吉駅にあります。尻尾通るんだ。うん。
さあ何にしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。